国鉄地機4700系貨車は、日本国有鉄道が1969年から地機1500系及び地機4500系の改造により製作した35トン積み光板輸送用物資別的合華車である。改造主社の違いにより、4700番台と4750番台が存在し、両車は構造や全長が大きく異なる。 自長はいずれも17.1トンで、換算量数は赤車4.0、空車1.8。1969年から1970年にかけて国鉄若松工場で20両が地機1500型から改造された。台車は TR24。用途は幅広後半である。1975年に国鉄名古屋工場で、 7両が地機4500型から改造された。台車は TR41C。用途は長尺後半である。4700番台は西岩田駅に常備され、鹿児島本線上と渡信号上笹栗線、笹栗駅間で運用されたが、1983年までに全車廃車された。4750番台は笠寺駅に常備され、 新日本製鉄名古屋製鉄所のある名古屋臨海鉄道名古屋南港駅から北陸方面などへ運用された。1987年の国鉄分割民営化に際しては日本貨物鉄道へ7両全車が継承されたが2008年3月17日に全車一斉に廃車され形式消滅した。ありがとうございます。